はい。それでは、行列式の四因子展開について解説をしていきます。まず、次の例を見てください。線形性とブロック分け例1ということで、このような3次の行列式を考えます。この行列式の1列目に注目して、1列目の線形性を使って、このように3つの行列式の輪に分けます。 1>, 1列目は325ですから3倍の1002倍の0105倍の001の和ですので行列式の1列目の線形性によってこのように分かれるわけでした次に1つ目はこのままでいいんですが2つ目を1行目と2行目を入れ替えることによってこのようにブロック分けで行列式が計算できる形こことここに境界線を入れてブロック分けするとここが0になる という形ですねこれ1個目はすでになっているんですが2つ目は行の入れ替えが必要なので行の入れ替えによってこのような形にできるので入れ替えました。入れ替えててていまますすので従って1がっっマイナス回かかってきます同様に3つ目の方も 1, 列目と1行目と3行目を入れ替えてもいいんですがそうするとこのこの部分のが入れ替わってしまいますので、えー、順番に3行目をまず2行目と入れ替えてから 行行目と1行目と入れ替えるつまりこの3行目が順番に上に上がるという操作によって3574ところ1行目と2行目がそのまま2行目と3行目に下に降りるという形で入れ替えを行います。したがってマイナス1の2乗がかかりますのでこのような形になります。そうすると ブロック分けの性質によってそれぞれ 3× この2次の行列式マイナス2倍のこの2次の行列式プラス5倍のこの2次の行列式という形になりますすなわちこの計算は Aij というのを A から i 行と J 列を除いた2次の正方行列とすると例えば1個目のこの7443という2次の行列式は1行1列を除いた 行列の行列式ですから A11 の行列式ということになりますつまり A11 のと1行1列を除いた2次の行列の行列式をかけたもの引くことの今度は A21 の2行目と1列目を除いた3543の行列式そして最後は 3行目と1列目を除いた行列式ということになります。すなわちこのような行列式の等式が成り立っていることになります。つまりこれは3次の行列式が1列目に注目してブロック分けを使って2次の行列式にすることによって3つの2次行列式の計算に帰着されているということになります。はい。 もう一つ見ていきましょう。今度は、2行目、行に関して、274、行に関しても線形性があるわけですね。点値を取っても変わらないという性質から、行の基本変形について、行に関しても基本変形で変わらないなどの性質がありましたが、点値を取って等しいということは、行に関しても多重線形性がある,あるということになりますので、2行目をこのように 2倍の100と7倍の0104倍の001と3つに分けて考えてみましょうそうすると先ほどと同様なんですがこの1つ目からですねここ入れ替えが必要になります今度はまず2行目をすべて一旦1行目に移すという操作すべて共通でやります全部1行目に移すということですね ですから全てマイナス1がかかってこのようになります次に1個目はもうそのままでいいんですが2個目は今度は1列目と2列目を入れ替えるという操作をしますこれによってマイナス1がさらにかかりこちらの方は1回目の例1と同じように列2列目と3列目を入れ替えてから1列目と2列目を入れ替えるということをしますそうすると153が一番前に出てきて2列目と3列目はそのまま後ろへ下がるという形になりますので 3534がそのまま3534というふうに下がっていくんですね。したがって2回入れ替えが起きていますので、マイナス1の3乗でこのような形になります。そうすると、このような計算式がブロック分けによって2次の行列式に帰着できるという点は先ほどと同じなわけですが、まあ、このようにですね、1つ目は、 2行、二行三列、二行1列ですね。2行一列。二つ目は2行2列。3つ目は2行3列をそれぞれ除いた行列の行列式をかけているということになります。すなわち、このような形になっているわけです。まあ、この2つの例を見てもわかりますように、a イコール aij、n 次正方行列の行列式っていうのは、 何かある行や列に着目して線形性を使ってやるとですね、この AIJ っていうのを使って、I 行と J 列を除いた一つ次数の低い、サイズの小さい行列の行列式を使って、例えば先ほどの例でいうと、このようになったり、このようになったりするんですね。これは先ほどとはちょっと違う例ですけども、これは第2列に関する展開ですから、122232ですね、は、例えばこうなる。 産業に関してはこうううななるというふうになりますここでですねこのプラスとかマイナスの符号なんですがこれは結局ブロック分けした時にブロック分けして計算できるように1をですね11成分のところに持っていく作業ですねが必要になるわけですがこれは例えば12ですと1回入れ替えでいいわけですねで22だと2回入れ替えということでつまり i-1 プラス j-1 ですね。i たす j-2 回で、まあ、i たす j-2 回ですから、要するに i たす j 乗ですね。i たす j が偶数だったら1、奇数だったらマイナス1の符号がここについているわけで、この符号と a の ij の行列式をかけたものを、a の ij 要因子というふうに呼びます。 すなわち、この式は、2つの等式はこのように書くことができるわけです。これを一般に書くと、一般 N 字行列式はこのような J 列に関する展開と言いますが、できて、行に関しても I 行に関する展開、4因子展開ですね、というのができるということになります。はい。 これは行,行列に関する展開というのは次数下げの公式と言えるわけですけれども、まあ、再帰的な計算、つまり時数の、より時数の低い行列式の計算に着着して計算することができます。また、多公式を成分に含む行列式の計算などで、基本変形が効率よく使えない場合ですね、そのような場合には効果を発揮する計算方法となります。